皆さん久しぶりです。安田です。ちょっとリクエストで、あれ、リクエストでキャメルの6ミリライト紹介してくれっていう方がいたんで紹介しますね。今実際吸ってるんですけど、キャメルは確か無添加系のタバコだったんだっけな。まあそれは置いていて、吸い心地はちょっと乾燥してる感じありますね。多分なんていうんだ、湿度を調整するような材が入ってないのか、乾燥してる感じあります。でちょっと辛めっていうか、でよくあるオーガニック系のタバコにありがちな保湿しないで、保湿剤か、保湿しないで吸った感じのなんていうんだ、辛さと独特の酸っぱさがあります。酸味が、僕が普段吸う若葉とはまた全然違う味がしますね。6ミリ、これ380円なんで、まあ若葉と比較して20円くらいの差なんで、どうでしょう、まあお得と捉えるか。でもこういうこの手のボックスタバコ買ってわざわざ保湿する人って少ないんじゃないかなと思うんですけど、そう思うとどうだろう、味的には僕はあんまり好きくないかな。でも6ミリなのに吸い応えはあります。軽い感じはしないです、あんまり。でアメリカンスピリットと比べたら葉の詰まりが弱いのか燃えやすいですね。どんどんこう燃えてきますね。僕は若葉の方が好きですね。やっぱり辛いですね、ちょっと。ゆっくりするとこう酸味があるような味です。どういう系統なのか、ちょっと携帯で撮影してて、今手元にパソコンもないですから、ちょっと調べようがないんですけど、そうですね。特にまあこれといって特徴があるようなタバコかなっていうのはあれですね。まあでも380円なんで安いですね。ちょっと辛いかな、ちょっと辛いですね。肺喫煙してる方はちょっと辛いと感じるかもしれないです。タバコ以外のこと言うと、今この僕2年以上乗ってるな、2年以上乗ったこのダイハツのワゴン R じゃなくてダイハツのムーブ、ワゴン R 鈴木だった、ダイハツのムーブなんですけど、この車とちょっとお別れをするっていう時期がやってきました。この車にはちょっと思い入れはないんですけど、事情があってこの車に乗ることになったんですけど、前ジムニーの、鈴木のジムニーの JB2 さん乗ってて、それをと引き交換するって形でプラス6万円で買った車です。でその時が16万キロぐらい走ってて、今16万7500キロ約。まあでもあれですね、特に不具合不調もなく、オイル交換も1回か2回やったかな、2年間のうちに。でもそんな程度でも、まあ、普通に走ってくれる、足としては優秀ですね。なんで僕結構その車興味なくて、なんか車欲しいっていう
それでもその車必要だから車欲しい、初めて車買うって方にはダイハツのムーブおすすめです。っていうのも僕16万キロ超えしてる状態で買って、まあだいたい2年間通勤の足として、まあ遠出こそしないですけど、まあ札幌から新千歳空港間をこう高速で走ってみたりとかやりましたけど、特にその何かが不調で特に壊れたってこともないですし、あとはそのオイルメンテナンス的なことでも僕まめにやった方ではないんで、1回か2回やったかなオイル交換っていうぐらいで全然走るんで、16万キロ超えでもまあ機械なんでね、当たり外れは個体差あると思うんですけど、16万キロ超えでもこれだけ普通に走るんだったら、まあ適当に転がってる中古車屋さんで適当な車種購入しても、まあそんな捕まされることないんじゃないかなって思いますね。まあ博打的な時こ側面はあります、リスクはありますけど、下手に変な車に何百万かけるよりも適当に転がってる軽自動車、ダイハツのブームなんか特にダイハツ車は特に下回りっていうか、なんだろうな、なんか塗装に1工程多くてなんか錆びにくい、下回り腐りにくいっていうのがよく言われるらしいんですけど、特に下回り腐ってたり、フェンダーの部分がこうリアフェンダーとかなんかこう錆びてたりとかはないですね。結構三菱のEK ワゴンとかは後ろ腐ってたりとか、下回りがこう腐っても穴開いちゃってたりとかっていうのをよく見かけるんですけど、この車はないですね。まああんまりそのまめに洗車したかっていうと全然してないんで、ポツポツとこう錆はありますけど、最初からあった錆じゃなくて僕が適当に乗ってたせいで錆は出てきますけど、そこまでですね。なんで程度いい車であれば、まああんまりこうリスクなく乗れるんじゃないかなと思って、でまあ冬場ももちろん冬タイヤ履かして乗ってましたけど、なんかこう滑りやすいとかバランスが悪くてっていうこともなかったんで、でこれノンターボなんですけど、普通のムーブカスタムとかじゃなくて普通のダイハツのムーブなんでノンターボだったんですけど、特に加速でこう、まあそんなね軽自動車なんで多くは望めないですけど、なんかこうもたつく感じもなかったんで、で ATF も一回も交換してないんで、僕が乗ってからは前のオーナーっていうか歴代これを乗ってきてる人が ATF とか交換してるのか知らないですけど、特にそういうメンテナンスも加えることなく2年間は乗れたんで、まあまあいいんじゃないかなと思いますね。多分これまだまだ多分乗れると思います。オイル交換もしていけば、多分これ16万7千走ってますけど、17万18万まで走るんじゃないですかね、普通に。さすが日本車って感じです。でこの車ちょっと買い替える流れになりまして、もう買い替えるんですけど、まあまあまあこの車にはいろいろお世話になりました。なんでちょっと中古車車購入する人はちょっと参考にしてみたら、まあ僕がね現に16万7千キロ超えの車に乗ってるんで、そういう事例もあるよっていうことで、まあちょっとまた車買い替えたらそれのご紹介もしようかなって思います。もうまあ購入はしてるんですけど、ちょっとまだ車種とかは言わないでおこうかなと思います、あえてね。はい、でそんな感じでした。はい、でキャメルの6ミリですね。リクエストをくださった方ありがとうございます。僕ちょっとあまりリクエストに答えるっていうことがなかなか、若葉を普段もずっと若葉好きなんで、もうあれ以外を買うってことがあんまないんですけど、ちょっとまあお答えする形で6ミリ吸ってみました。実はこれもうメンソールの方もあるんですけど、僕メンソールの方は動画に撮ってて、いつかあげようかなと思ったんですけど、ちょっとやめてました。でなんで6ミリ買って吸ってみましたけど、おすすめかって言われるとまた微妙ですね。でも保湿したら美味しそうな感じはあります。シャグでもオーガニック系のやつはパサついてるんで、得てして大体そういった意味では保湿したら進化するようなタバコなんじゃないかなとは思いますけど、っていう感じでキャメルの6ミリでした。何分いっちゃったかな、
10分ぐらい、はい、ということでまた